ウリアノフスク、ウリアノフスク、ウリアノフスク、リアーノブスクは、ロシア連邦の都市、ウリアノフスク州の州都、モスクワからは東へ893キロメートル離れており、ボルガ川、クイビシェフ湖に臨む、人口は60万5100人、2004年推計、2002年全ロシア国勢調査では63万5947人、 1989年ソ連国勢調査では62万5155人。ロシア人が人口の75%を占め、ついでタタール人12%やチュバシ人%パーセント、モレドビン人3%などが住む。レーニンの記事として知られる。レーニンは1870年にこの地で生まれ17歳まで暮らした。旧称はシンビルスク、シンビアースク。 と言ったが、レーニンのセウリアノフにちなんで、現在の名称に改められている。1648年に、ロシアの有力な、ボヤーレ、大貴族のボグダンヒトロボ、ボグダンキトラボが、シンビルスク要塞を建設したのが、町の始まりである。このクレムリ、要塞は、ボルガ川西岸の丘の上の戦略的に重要な地点に構築されていた。 シンビルスクという地名の語源は不明だが、この地にジョチュルスが建てていたシンバルという要塞が源との説もある。シンビルスク要塞はロシアの東の国境を遊牧民族から守り、この地をロシア帝国の領土として確立する役目を果たしてきた。シンビルスクは1668年にステンカラー人の乱で戦場となり、1ヶ月にわたって2万人の 反乱軍に包囲された。プガチョフの乱では、エメリアン・プガチョフが逮捕後に収監された場所でもある。この反乱を題材にした、プーシキンの大尉の娘では、主人公、ニコライの実家がある町という設定になっている。木造のクレムジの建物は18世紀の火災で、消失し現存しない。ロシアの国境が東のシベリア方面に拡大するにつれ、 国境の軍事都市としての役割は終わったが、ボルガ側の水運に恵まれた地方の拠点都市として成長。火山県やアストラハン県に属していたシンビルスクは1796年に都市として登録されシンビルスク県の中心となる。1864年の夏には大火で甚大な被害を出したが、急速に再建され成長を続けた。市のシンボルとなる。 新古典主義建築のイタリ製三社大聖堂も1827年から1841年にかけて建設された。シンビルスクの人口は1856年時点では2万6千人だったが、1897年には4万3千人に増加していた。1898年には鉄道が開通し、1913年には発電所が稼働し、1916年には ボルガ川との対岸を結ぶ、鉄道橋が開通した対岸にも市街が広がった。ロシア革命の時期の重要な政治家であった、臨時政府首相、アレクサンドル・ケレンスキーと、彼を打倒したボリシェビキの指導者、ウラジーミル・レーニンは共に、シンビルスク出身であった。1924年、レーニンが没すると、ソ連政府は彼にちなんで、シンビルスクを、ウリアノフスクと改名した。 1957年、ウリアノフスクから2 0 0トル、ボルガ川を下ったところに、クイビシェフ水力発電所とクイビシェフダムが完成し、ウリアノフスクの下流と上流では、ダム湖が広がり川幅が、場所によっては5トルにも達するところも現れた。ウリアノフスクの人口密集地は、ダム湖の湖面よりも低い部分もあり、堤防によって守られている。ソビエト連邦の時期には、 ソ連各地から、レーニンの聖地である、ウリアノフスクに多くの観光客が学習のため訪れていた。1920年代以降、教会など古来の建造物はほとんどが破壊され、通りにはルクセンブルクやリープクネヒトなどの革命家の名前が付けられた。さらに墓地も破壊され、レーニンの父イリア・ウリアノフの墓だけが十字架を外した状態で残された。 このため、19世紀当時の建物は、レーニンの聖火やイワン・ゴンチャロフの聖火などなど、ごわずかしか現存していない。撤去されていたイタリ製三社大聖堂の再建計画は頓挫している。ソ連崩壊後の2008年、市長、当時がシンビルスクへ名称を戻す提案をしたが、市民の反対多数により否決された。2018年現在も名称は、ウリアノフスクのままである。 ウリアノフスクは出順大陸性気候で、夏は暑く冬は厳しい。1月の平均気温はマイナス11度で、7月の平均気温は19度となる。年平均降水量は480ミ、mm、リメートルほど。秋は一般的に温暖で11月半ば頃から雪が降る。冬は積雪が多く、また気温は寒く、夜間にはマイナス25度に落ちることもある。 夏は5月半ば頃から始まる。ウリアノフスクには南へ流れるボルガ川の他に、ボルガの支流であるスビアガ川が北へ流れている。この川は、ウリアノフスクでボルガ川から数キロメートルのところまで接近しているが、ボルガ川沿いの丘陵に阻まれて合流できず、そのまま北へ200キロメートルも流れ、北方のタタールスタン共和国でボルガ川に合流している。 ウリアノフスクは重要な産業都市である。ウリアノフスク自動車工場、ユス、航空機製造企業のアビアスター SP、兵器企業のウリアノフスク機械工場、ムズなどが本社と工場を置く。また様々な軽工業や食品工業が市内に集積する。観光業も市内及び郊外で成長している。ボルガ川のダム湖。 クイビシェフ湖はウリアノフスク市街地付近で狭まっており、ここにボルガ東岸へ渡る橋がかかっている。2009年まで上流の火山から下流の鳥ッ地までの 400km の区間でウリアノフスクのこの橋がボルガ川を渡る唯一の橋であった。この橋は元は1912年から1916年にかけて建設された鉄道橋であり、 1953年から1958年にかけて2車線の車道が併設された。この橋により川の対岸にも市街地が広がり、ウリアノフスクはこの地方の交通の中心ともなった。しかし、ボルガを渡る交通がすべてこの老朽化した狭い橋に集中し慢性的に渋滞していた。これを解消し都市の成長に対応するため、ボルガ側の2本目の橋、鉄道、 道路併用橋が計画され、1980年代後半に建設が開始された。ソ連崩壊後の経済混乱などで建設は大幅に、遅れたが2009年に完成し、同年11月24日には、メドベージェフ大統領も参列して、落成式が行われた。この橋は、長さが5 5トルあり、ヨーロッパでも最長の部類である。橋は、プレジデント縫い。 モスト、大統領卿と名付けられたが、地元では、ノービモスト、新しい橋とだけ呼ばれてる。ウリアノフスクには、鉄道駅や、河川港のほか、ウリアノフスクボストーチヌイ空港とウリアノフスク、バラタエフカ空港、ウリアノフスク中央空港があり、前者は、世界最大級の輸送機、アントノフアン -124 を運航する、ボルガドニエプル航空の本拠になっている。 ウリアノフスク大学、ウスは1988年にモスクワ大学の支部として開学した。今日では、ウリアノフスク大学はソイボルが地方最大級の高等教育機関となっており、多くの研究所と1万5千人の学生を要している。また技術系、教育系の大学は、複数、ウリアノフスクに集積している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。